古植物学は、古生物学の一分野であり、地質記録からの植物の復元と同定を行う学問。古植物学の意義は、一つには、生物学的な面から、過去の環境の復元することによって、古地理学に貢献することである。また、植物の進化史を明らかにする。植物の進化は、生物一般の進化にも関係してくる。古植物学には、 古代の陸上植物だけではなく、海生光合成独立栄養生物の研究も含まれる。胞子や花粉の化石の研究である花粉学と関係が深い。古植物学は、古代の生態系を再構成する個生態学や、気候を再構成する古気候学においても重要である。また、緑色植物の発生、進化研究の基礎となる。また、プラントオパールから、 相対年代を決定する方法や古代の民族植物学の研究など考古学の分野でも重要性が増している。真の遺憾束植物と確認できる最古のものは古生代のシルルキの顕微鏡的な化石記録である。また、オマーンのオルドビスキの岩石からはいくつかの分散的、断片的な胞子と外皮の化石が発見されている。これらは所属不明で、 原始的である。戦隊類段階の絶滅植物のものであろうと考えられている。スコットランドの前期デボン期地層、ライニーチャートから出土したサンプル。初期の陸上植物化石の産地としては、スコットランドのライニー村の村外れで発見された、ライニーチャートがある。ライニーチャートは前期デボン期の光線沈殿物であり、計算を主成分とする。ここの化石は、 保存状態が極めて良好であり、苔類や日陰のカズラ類、さらに不明な種類まで、多種の植物が保存されている。ライニーチャートからは、甲殻類、ハサミ角類などの節足動物も発見されており、初期陸上生物についての絵が大窓となっている。植物由来の肉眼的な化石が豊富になるのは、デボン気候期になってからであり、樹幹、葉、根などが見つかる。 最も初期の木はアーキオプテリスである。これには原始的なシダ様の葉があり、それが螺旋状幼女で枝から生えていて、その枝は新葉樹のような幹の上部についていた。北米とヨーロッパには石炭機の故障体積石,石炭層が広く分布している。これには化石記録が豊富に含まれており、30メートル高になる樹木製日陰のカズラルイリン木、螺植物や シダ種種類などの種子植物、また、草本植物などが、数多く発見されている。皮脂植物は、中生代に進化し、その花粉と葉の化石が現れるのは1億3000万年、前の白亜紀初期である。植物化石とは、太古に生存していた植物の部分が保存されたもので、ある。数百万年前の印象化石。 あるいはわずか数百年前の木炭なども含まれる。戦史時代の植物とは、文字記録が残る、以前の様々な植物のことである。バイバーナム・レスカルーの葉の化石。昆虫の食害根がある。ダコタサガン、EN、エルスワース・カウンティ、カンザス、スケールは10ミリメートル。植物化石のうち、発見頻度が多いものに圧縮化石がある。これは、 葉など平たい部分が、堆積物の層の間で圧縮されたもので、しばしば炭化されたフィルムとして残る。また、化石化した花粉や、胞子なども、太古の固定跡や木炭からよく見つかる。石炭はそれらよりは珍しいが、経済的に重要である。石炭は主に石炭機の沼に生えていた植物に、由来している。植物化石の中でも特に壮観なものが、 経過儀である植物の化石は動物の化石と多くの点で異なる。違いの原因の一因は植物の構造にある。動物は特定の器官を備えて発達する。幼体も生体も器官は同じで、数や配置は固定されている。変態を行う動物の場合でも頭は一つであり、一定の体の構造で発生する。これに対し植物は 生育期間を通じて新しい枝、葉などを生やす。これらの部分は事故がなくても植物本体から落ちたりする。このため植物化石はしばしば葉、枝、花粉などの断片的なものになる。葉、茎、胞子、種などの化石がそれが発生した植物本体と別々に発見されることがままある。このため古植物学者は これらを分類し名前をつけるために形態群として扱う。後に別々に名付けられた複数の化石が同一であると判明した時はこれらの形態群は統合される。例えば1960年代に葉の化石アルケオプテリスが樹木の化石カリキシロンについていたことが判明した。この植物は現在では シダ状の歯に、裸植物的な幹があったと考えられている。いくつかの形態群は、その正体が明らかになった後でも使用され続けることがある。これは、どの部分の化石が見つかったかすぐわかるためである。特に、その化石が、複数の種のどれに属するかわからない時がある。スフィノプタリスと形態群名が付けられた歯の化石は、シダ類のものの場合と、 種子植物のものの場合がある。通常、単独の化石からは、どちらに属するか判定できない。スチグムリーア。後期石炭期、オハイオ州北東部。レピドデンドロンの印象化石。後期石炭期、オハイオ州。いくつかの植物は、ほとんど変化をせずに、地質学的な時間を生き延びている。初期のシダは、石炭期前期。 新葉樹は石炭気候期に発達した。戦史時代の植物の中にはイチョウや高山木など生きている化石として生存しているものがある。それ以外の植物はすっかり変化したか絶滅してしまったかのどちらかである。絶滅した植物一覧も参照のこと。1912年医者のウィリアム・マキによって温泉に 沈殿したチャートの塊が発見された。この中に植物の茎や根茎を含んでおり、細胞が保存されていた。彼はアマチュア地質学者としても活躍した。ありがとうございます。